本日はタレント女優の美咲あやめさんをご紹介します。1989年生まれ、兵庫県神戸市出身。2004年、第29回ホリプロタレントスカウトキャラバンでヤングサンデー賞のベストグラビア賞を受賞し、芸能界デビューしました。キャッチコピーは平成生まれの F カップ。2005年1月15日発売の週刊ヤングサンデーでグラビアデビューを飾りました。同年10月12日には原宿警察署一日警察署長を務めました。2006年、ポニーキャニオンが選出するブレイク予感の5つ星女性アイドル、ファイブスターガールに選出されます。同年12月には人気小劇団とグラビアアイドルのコラボレーションが歌い文句のお台場小劇場企画においてニルバウナで初舞台を踏みました。2007年10月、キューティーハニーザライブでは青いキューティーハニーの早乙女美希役を演じました。また2012年にはスーパー戦隊シリーズ特命戦隊ゴーバスターズにおいて第22話よりエスケープとしてレギュラー出演。得意とするアクションの演技力が光る役どころとなりました。2013年1月26日から公開の映画ユダで初のヌードと濡れ場を披露。美咲あやめさんの演技へのチャレンジ精神は本当にすごいです。2017年にヒロイン役で出演した映画光が第70回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品され、見事エキュメニカル賞を受賞しました。2022年4月5日には10年ぶりとなる写真集が発売。またその後2023年4月23日にも写真集センシュアリーを発売しました。美咲あやめさんのセクシーで美しい写真集、皆さんもぜひチェックしましょう。特技はアクション、歌、格闘シーンが多かったキューティーハニーザライブへの出演がきっかけでアクションに開眼し、現在でも練習を怠っていないとのことです。また SNS では愛犬との写真をたくさん投稿されています。とても可愛らしいツーショットは必見ですよ。この動画を見て少しでも美咲あやめさんのことが気になった方はインスタやツイッターなど今後の活動をチェックしてみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは女優、モデル、アイドルなどのご紹介をしています。よろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。